You make me really horny, baby. はじめまして、クジャクと申します。今日はオーベルチュール、クロツヤ、シカクワガタの産卵セットを組んでいきたいと思います。見ての通り2人かなりイチャイチャしてるんですけど、ワイルド品でペアリングさせて今だいたい1日半くらい経ってるんですけど、全然最初からオスがメスを襲うような感じとかはなくて、ずっと仲良しですね。これからなんで産卵セット組んで入れていきたいと思います。これがオーベルチュールのオスですね。なんかカイカイやってる。クワガタって結構綺麗好きなのかわかんないけど、顎とか汚れると自分で手で磨いたりしてます。タランデスとかレギウス並みのエナメルのようなツヤ、これがやっぱ多分一番の特徴かなと思います。あとこの上肢の色がすごいワインレッドみたいな赤みがかった感じの茶色で、なんとも言えないですね。あと顎のラインも横から見た時ちゃんと下に沿ってて、非常にかっこいいポイントだと思います。この子をちょっと右の後ろ足かけてるんですけど、コビは問題なく使えました。ちゃんとメスの方を見てくれるかな。そう、メスと体の色、体色の感じが非常に似てるっていうか、大体同じなので、他の種類と混ざるっていうこともあまり考えられないかなと思います。上で登ってくる。今回は小林シャッターの中ケースでセット組んでいきます。今回使用するマットは MB さんのプレミアムマット使っていきます。行きつけのショップさんで冷凍処理とかしてもらってるので、コバエが湧かないやつですね。本来幼虫飼育で使うと、よく育つようなマットなんですけど、今回絶対失敗したくないので贅沢なんですけど、これを床材に使っていきます。マットをケースの4分の1くらいの深さになるまで片詰めしました。今回2種類の材入れて試してみます。まず左がウエストウッディとかも産卵実績があるっていうことで購入した1本800円のそこそこいい材で、右側がその半分ぐらいの価格なんですけど、うちでフォルスターとかやってるんですけど、なかなかいい反応を示してくれる材なので、こちら2種類で試してみます。材は1本30秒いかないくらい流水で加水して、今上から同じマットをちょっとふんわりかけた感じですね。多分どうしてもカビは生えてくると思うんですけど、これで踏んでくれると願いたいです。産卵セットができたので、これからメス投入したいんですけど、ずっとくっついてるな。ちょっとごめんよ、止めない。離れ離れになっちゃいました。じゃあ今からメスちゃん捕まえます。はい、今メス取りました。すごいツヤツヤしてますよ。背中がちょっと赤みかかったっていうか茶色ですね。
一旦メス投入しました。どこいるかな。階段に挟まってます。これであとゼリー入れてどのくらい放置すればいいのかな。1ヶ月くらいちょっと様子見てみたいと思います。それでは今回の動画これで終わりですね。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。